皆さんこんばんは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いします。この後ですね、6時までの約30分間最後までぜひお付き合いいただきたいと思います。はい、11月もですね、下旬になりました。いかがお過ごしでしょうか。私はですね、青森県の津軽と津軽地方にちょっと住んでおりまして、この11月の津軽はですね、もう冬支度、冬の準備、真っ盛りというか、慌ただしくなってますっていう感じですね。津軽地方にはですね、岩木山っていう、有名な山があるんですけど、その岩木山にもですね、山の中腹ぐらいまでかな、だいぶもう真っ白くなりまして、雪がね積もっております。11月の頭ぐらいはね、まだ積もってなかった、積もっても消え、積もっては消えっていうぐらいだったんですけど、もう消えない雪になったのかなっていう感じですね。中腹まで今真っ白になってます。はい、もう12月入るとね、私たちも住んでる、平野部というか、町にもですね、雪がちらつき始め、ひょっとすると積もっちゃうかもしれないなという感じなんですけど、でもね、今年はやっぱあったかいですよ。去年のこの時期に比べてもやっぱあったかいなと思いますね。日中15、6度まで上がる日が全然ありますし、18度くらいまで上がった日もあったんじゃなかったかな。あんまりね、11月で18度とかってないんですよね。でもその分なんか寒暖差がすごくて日中の最高気温が5度までしか上がらない日もあったりとか、ね、一桁台の最高気温の日も11月あったんで、いやー、なかなかね、風邪ひきますよ、これ。ね、本当に、体調管理ね、皆様もお気をつけくださいね。この前ですね、11月の中旬ぐらいになるんですけど、沖縄県の方に、初めてじゃないですね、2回目か、生まれて2回目。行かせていただいたんですよ。で、だからこそもうこっちの津軽の気温がより寒く感じている私なんですけど、その沖縄でですね、ちょっと勉強で、動画編集っていうかね、動画の勉強をちょっとさせていただいてですね、沖縄にいる、知人仲間の皆さんとやっぱコロナ禍で知り合った方が多かったんで、なかなかですね、リアルでお会いする機会っていうのがこう持てなかったんですけど、約1年とか1年半とかね、ぶりというか、1年半越しぐらいで、リアルで、お会いすることが叶った方々がたくさんいてですね、なんかリアルっていいなーっていう風に沖縄行って思いました。で、何よりですね、このFM ギノワンさんでこうやってラジオ番組持たさせていただいてるんですけど、FM ギノワンこれまで行ったことがないんですよ、私。ずっとこれ収録の形で、お届けしているんですが、毎回収録をして、データを局にね、ギノワンさんに、FM ギノワンさんに納品するっていう形を取ってましたので、実際にこうスタジオで収録するとは違うんでね、行くことがないんですよね。まして青森沖縄間ってね、そんな気軽に行き来できる距離でもないんでね。っていうことから、今まで行ったことない木野湾さんにですね、なんとついに、やっとこさですね、行くことができました。ほんとね、ありがたいですね。山内社長ともね、お会いすることができて、ちょうど月曜日のね、朝早い時間にちょっと私の飛行機の関係もあって、ドダドダって押しかけちゃったんですけど、快くですね、お迎えくださって、初めてギノワンさんにね、行くことが FM ギノワンさん行くことができてですね、とっても嬉しかったですね。ラジオ局なんだって思いましたね。いや、もうほら、ラジオやってる、他のね、パーソナリティさんがやってるとヘッドホンつけてマイクがあってみたいなね、でミキサーさんとかとこうちょっとおしゃべりしてみたいな、なんかラジオやってる感があるんですけど、
私も何者にもないパソコンに向かって喋ってたりとか、あとは iPhone でね収録することも多くて、今日はですねもうなんと畑のど真ん中ぐらいでやってますからね。畑のど真ん中に車を止めて青々とした畑を見ながらこれを収録しております。なのでちょっとラジオやってる感ないんですけど、まあでもギノワンさんにねやっぱり行かせていただいて、ああやっぱラジオ局ってこういう風になってんだなとかね、こう機材がねやっぱり見るとテンション上がりますね。なんかすごい良かったですね。で私ちょっとバスでねちょっとこう行って、まあ、FM ギノワンさんでちょっとこう中や山の中腹ぐらいかな、山なんか小高い丘って言ったらいいですかね、にあるの上にあるんですよね。多分こう電波を発する施設だからなのかわかんないですけどちょっとこうだから行き品っていうか行くまでは、上り坂なんですよ。そのバス停から上り坂を上がっていくで、これは聞いてたんです、他の方から。ギノワン FM ギノワンさんの前は結構坂があるよと、坂を上り切ったぐらいに建物があるんだよってことは聞いてたんですよ。では私のイメージですよ、イメージ、その坂の長さっていうのが、まあ、大体ね50メーターぐらいだと思ってたんですよ。勝手にですよ、勝手にそう思ってて、でバス降りてこうパッと見たらですねめちゃくちゃ長いんですよね坂。あれどれぐらいあるのかな、1キロはないかもしれないけど、もう1キロぐらいあるぐらい感じましたけどね。めちゃめちゃすごい登り、緩やかなんだけど、まあ地味に登り始めるときついやつですよずーっとねこう登ってって、で途中僕ほらキャリーバッグっていうんですか、そのガラガラっていうんですか、あれを持って空港に行く手前だったんで、だからそれを持って坂登り始めちゃったんで、まあ邪魔邪魔みたいな捨てていくわけにもいかないしみたいなねでちょうどその生放送のね、番組の前にちょっとこう お会いするっていうね、ちょっと私の方で尋ねさせていただくってことなんで、まあ、バタつくわけじゃないですか本番前ってね。なんで急いで行かなきゃっていう風な気持ちもあったんですけど、もう坂がね登り慣れてないんでこっちは、まあ、沖縄の方でもあんまり登ることはないんでしょうね、きっと車で登るんだと思うんですが、いやなかなかの坂でしたね。もうだからね、宜野湾にちょっと本当局までたどり着かないんじゃないかなって、途中何度も心が折れそうになった分ね、着いた時の達成感たるや、あまあすごい良かったですよ。見晴らしもね非常にいい見晴らしでね、海が見えましたしね、あなんかこんなロケーションのところにで喋れたら、あこれはもっとスカッとするんだろうなとちょっと思いながらですね、まあ、次回沖縄に伺わせていただくことがあればですね、その時はなんかこう調整できたらね、FM ギノワンさんの、スタジオブースでねちょっと収録させていただけたりなんかすると嬉しいなって思っております。はい、ということで、この番組ではですねメッセージも受付しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。はい、それでは今日もよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ Facebook ページからお問い合わせください。お届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀和です。よろしくお願いします。はい、今日はですね、冒頭お話しした沖縄に行きましたというふうなお話だったんですが、沖縄にね私、まあ、2回目だったんですけど、行って結構驚いたことがありまして、まあ沖縄旅行でですね、多分沖縄の県民の皆様からするとこれ当たり前だと普通ですっていうことも
まあ、その沖縄の皆さんとねお話しさせていただく中とか、あとは沖縄の街をね、いろいろ見て回った中で、ああなんか沖縄ってすげえなって、やっぱ青森県と違うなって思ったことがないくつかありますんでですね、そういうことをちょっとお話ししていきたいなというふうに思います。まずですね、私は青森空港から、まあ、羽田空港に乗り継ぎ便で、まあ、那覇空港に飛行機で行ったんですけど、まず羽田からですね、まあ、那覇行きの飛行機に乗った時にまず驚きたことが一個あって、まあ、飛行機でかいなというふうに思ったんですよ。っていうのはですよ、僕は青森がねやっぱ住んでる場所ですから、まあ、飛行機に乗るってなると、まあ、羽田青森間とか、まあ、絶対青森空港を使うわけなんですよ、うん、で、まあ、青森行きの飛行機ってあんまりそんな、なんですかね、まあ、はっきり言ってそんなにたくさんのお客様乗るわけじゃないので、飛行機のサイズがちっちゃいんですよね。普通、まあ普通サイズなのかな、あれは分かんないですけど、プロペラ機の場合もあるんですよ。羽田青森間はないですけどね、青森から、伊丹もそうなのかな、まあ、間違いなくプロペラ機なのは札幌ですね。青森札幌間、新千歳空港間はプロペラ機だったりするんで、まあ、かなり小型の飛行機なんですよ。多分おそらく沖縄の皆さんからすると島嶼部っていうんですか、その島に行く時の飛行機ってプロペラ機が多いんじゃないかなと思いますけど、あれですね、うん、あれなんですよ。で、僕多分、ね、初めてな気がするんですけど、記憶に出てきたことがあんまないんで初めてだと思うんですけどね、ジャンボジェットっていうんですか、まあ、エアバスっていうんですかね、まあ、日本航空だったんでエアバスだったんですけど、めちゃめちゃ飛行機でいけえなって、まず乗り口いっぱいあんじゃんみたいな。あとファーストクラスって国内線あるんだって初めて思いましたね。青森行きの飛行機にはファーストクラスなんてものはないので、これぐらいの飛行機になると、ファーストクラスあるんだみたいな、そういう、なんかそういうのも結構新鮮でした。3列シートが、まあ、縦に、まあ、縦ラインでまた3列、あるっていうことで、まあ、ざっくりね、600人近く乗れるんだと思うんですけど、満席でしたからね、それでも。あ、すげえなって思いましたし、ほんとこの飛行機飛ぶのってちょっと思いました。あんなでかい飛行機乗ることないですよ。まあ、僕が乗ってる飛行機はいつも2列の、まあ、左右なんで、まあそうですね、まあ、2列シート2席シートが2列あるだけなので、600、まあ、半分以下なんじゃないかなと思いますけどね。まず飛行機のでかさにびっくりしました。こんだけの人やっぱ沖縄行くんだなっていう、あとですね、ちょうど着いた日というか行った日がですね、朝家出たのが何時ぐらいだったっすかね、8時か9時ぐらいだったと思うんですよ、朝。で、まあ乗り継ぎ便もあるし、乗り継ぎで結構バタつきたくないので、ゆったりめにしてたんですよね、スケジュールを。で、ちょっとその感覚もよくわかんなくてですね、ゆったりめにしすぎて、朝8時、9時に出たのに、沖縄のホテルに着いたのがもう、夜8時9時ぐらいだったんですよね。だからまあほぼ12時間ぐらい、半日ぐらいかけて移動したことになるんですけど、でも思ったのはですね、やっぱ日が長いですね、沖縄日が長い。いや、さすがに8時9時は暗かったですよ、暗かったですけど、滞在してる間に5時とか6時近くでも結構まだ明るいですもんね、沖縄。それびっくりしました。青森県だともう今4時ぐらいにはもう日沈んでますね、この時期って。もう日沈んでますし、なんなら2時ぐらいになるともう夕暮れっぽい感じですよ。夕日っぽくなってます、お日様が。そんな感じだったんですよ。
で、その分、まあ、朝は確かに明るくなるのは早いんですけど、こっちの方がね、青森県の方が早いんですけど、で、沖縄県の方が明るくなるのは遅いなと思いました。あの、6時ぐらいでも、あ、まだ暗いなって思ったんで、朝。でもね、日の長さっていうのは、結構、ちょっと、こっちのね、その青森県の感覚にも慣れてたんで、4時でも明るいことに、なんかすごいびっくりするというか、うわ、びっくりするっていう感じですね。で、行った日と次の日だったかな、行った日次の日ぐらいが、めちゃくちゃ暖かかったんですよ、沖縄県も。で、沖縄の方にも聞くと、いや、今日はエアコンつけたとかっておっしゃってたんで、まあ、しばらくつけてらっしゃらなかったのかな。でも、平気でこう、半袖で、皆さん半袖短パンの方もいたんで、あの、結構びっくりしたんですよね。半袖短パンかーっていう。で、一応ね、僕もまあ、週間天気予報とか見て、調べてきたんで、まあ、25度ぐらいまで上がる日が多かったんですよ。あ、だからやっぱ半袖は持った方がいいなって思いつつも、まあ、長袖もちょっとこう、羽織れるように持ってったって感じなんですけど、まあ、そもそも、青森出るとき絶対半袖じゃ無理なんでね、長袖着ていかないと、もう絶対、外出れないぐらい寒かったんで、朝は。だから、半袖率の高さっていうのもね、あ、そうだ、それで思い出しましたけどね、あの、これもびっくりしたんですよ。ちょうどその着いて、まあ、バス乗ってホテルまで行くときに、どこかな、なんかどっかなんかショッピングセンターの前を通ったんですよ。で、そのショッピングセンターにね、あの、まあ、この時期ですから、クリスマスツリーがね、でっかいクリスマスツリーが飾られていたんです。結構大きいやつですよ。あの、自分の背丈なんか全然でかいやつ。で、あ、それにまず目が行って、あ、クリスマスツリーだーと思ってね、こう目が行ったんですよ。で、そのクリスマスツリーの目の前に、その半袖短パンの集団がいっぱいいたんですよ。まあ、観光客の方なのか地元の方なのかわかんないですけど、もう僕らのこの青森県の感覚は、クリスマスツリーの前に半袖短パンで立つことがまず絶対にありえないことなんで。それもすごいびっくりしましたよね。ああ、クリスマスツリーの前に半袖短パンの人がいるっていうね。そういう驚きも私たちにとってはありますね。まあ、やっぱり着るものね、当然ですけど違いますよね。まあ、滞在に5日間ぐらいしたんですけど、その、5日間の中でね、やっぱり、まあ、寒いまで行かないけど、ちょっと半袖にするにはちょっとなっていう日もあったんで、やっぱり長袖をね、やっぱ羽織った日もありましたし、まあ、沖縄の方もね、普通に長袖着てたんで、なんかそれもまた、行ったその、空港降りた日に半袖短パンの率が高かったんで、もう、こっちの人はもう長袖着ないんじゃないかってちょっと思っちゃった時があったんでね。少しそれも安心したところありましたね。はい。で、あとはですね、まあ、これもちょっと地味なんですけど、僕はなんか結構感動したんですよね、これ。これ何に感動したかというと、道端歩いてた時に、ハイビスカスの花ですよ。ハイビスカスの花を見つけたんです。あ、沖縄って本当にハイビスカス咲いてるんだって、めちゃくちゃ感動したんですよ。本当、なんか何の変哲もないスタバの前を、たまたま通りかかった時に見つけて、わあ、ハイビスカスだっていうね。僕、ハイビスカスの花をちゃんと見たことが多分ないんだと思うんですよ。なんかね、よく、なんすか、パチンコとかスロットとかでハイビスカスの、沖縄ってはハイビスカスの花みたいな、そういうモチーフにしたのがあるみたいですけど、なんかそういうのでしかもうイメージがない。だから、普通に街に咲いてる花なんだっていうのに結構驚きました。あれ植えてるのかな？まあなんか普通に咲いてましたから、多分普通に咲いてるもんだと思うんですけどね。でもハイビスカスはね、すごい感動したな。何枚も写真撮ってね、家族に送りましたから、ハイビスカスの写真。やっぱハイビスカス咲いてるよ、みたいな。これ、青森だとあるのかな、そういう。こっち来て、こっちならではの花っていうのは、あるのかな、パッと思いつかないですね。まあ、僕らが住んでる地方は結構桜がね、桜の花が有名なところなんですけど、弘前っていうところなんですけどね。
まあ、桜は別に弘前じゃなくても見れるじゃないですか。だから青森県でしか見れない花ってなんかあるのかな。なんかちょっと羨ましいっすね、ハイビスカス。そういう沖縄県だけなのかな、あれ。逆にどうなんだろう、九州でも見れるのかな、ちょっと分かんないな。でもそれぐらいのレベルで食いつきがいいですよ、僕はハイビスカスに。ね、本当に、本当そういう綺麗な花でした。ちょっとしばらくね、待ち受けにしようかなと思います。ハイビスカスね。で、あと、まあ、現地でね、その沖縄行った時に、まあ、いろんな沖縄の方々とお会いしておしゃべりして、ご飯行ったりなんかもさせてもらってですね。で、すごく気遣いしてくださって、まあ僕がそんな沖縄慣れしていないというか、まあなかなか沖縄に何回も来たことがないですし、なかなか行けないっていうこともあって、もう沖縄県のその沖縄の郷土料理っていうんですかね、そういったものを、まあ、たくさん食べなさいと、たくさん注文してくださったんですよ。で、僕らのなんかイメージって、沖縄行くと、何食べるかっつったら、海ぶどうとかね、あとは、なんすか、ソーキそばとか、沖縄そばとか、なんかそういうイメージですね。サーターアンダギーとか、なんかそういうイメージなんですよ。で、なんかそれを沖縄の方とおしゃべりするときにポロッと言ったら、あ、海ぶどうはあんま食べないかもしれないですね、と教えてくださって、ええって。いや、食べないことはないんだけど、なんかそんなしょっちゅう食べるもんでもないしって、買って食べる人はあんまいないかもしれないっていうふうなお話で、それも結構びっくりして、あ、海ぶどう食べないの？みたいな。で、東京なんか行くとね、やっぱ沖縄居酒屋ってたくさんあるし、そういうとこ行くと、まあ、大抵海ぶどうってあるんすよ。で、昔私が過去1回ね、沖縄行った時も、やっぱ海ぶどうを食べたいなと思って、やっぱ頼んで食べたんですよね、海ぶどう。でもなんか海ぶどうは やっぱ食べないんだ、みたいなことを 聞いて、ああ、そうなんだなと。考えてみると、あ、確かにでも、地元に住んでると食べないものって結構あるんですよね、青森県でも。で、僕もやっぱ食べたことないものやっぱあって、青森県の中で郷土料理と言われるもので。で、僕食べたことないのね、せんべい汁ってね、八戸ってところにあるものなん、結構有名な、本当におせんべいをね、そういったこう、お汁にして食べるってやつなんですけど、結構言われるんですよ。青森県出身ですって言ったら、せんべい汁とか有名ですよねっていうふうに。多分県民ショーなんかでもね、やってんだと思うんですけど。でも私食べたことないから、すいません、今まで結構ごまかしてました。食べたふりして手で喋ってたんですけど、食べたことないんですよ、実は。で、意外とでもそんなもんだと思うんですよ。で、リンゴもね、リンゴは食べるんですけど、なんだろうなぁ。まあ、自分はその青森県にね、戻ってきて、今2年目なんですけど、その2年より前は、もう青森県とは全然違うところにずっと住んでいて、で、その時にじゃあ、リンゴ、この時期になるとやっぱりリンゴ収穫なんでね、リンゴ食べたいなとか思って、よし、スーパーでリンゴ買おうとかっていうことをしていたかというと、全然してませんでした。全く食べてない、リンゴ。コンビニのカットフルーツですらリンゴ食べてなかったんですよね。嫌いじゃないんですよ。嫌いじゃないけど、なんだろうな、買って食べるものっていう、やっぱ意識がなくて、結構もらうんですよ、リンゴって。いただくことが多いんですよね。リンゴ農家さんとか、まあ、リンゴ農家さんだから、出荷できるリンゴと、やっぱちょっと出荷できないね、ちょっと傷がついちゃってるものとかあるんで、そういうのを分けてくださったりするんですよね。そうすると、ワンシーズンリンゴ結構あるんですよ、普通に。で、だからあんまりこう買って食べるって意識がないんだと思うんですけど、また沖縄の方がね、海ぶどうはあんまり食べないっていうのをおっしゃるのと一緒で、青森県の方はあんまりリンゴを買って食べてないのかもしれない。でもね、今年は違います。ちょっと話逸れますけどね、今年のリンゴは貴重品です。ほんと貴重品なので、もうね、こう日本全国この夏暑かったじゃないですか。
でやっぱりリンゴも結構その暑さの被害っていうのが大きくあって、日焼けしてしまったり、まあ、リンゴのね赤いところがちょっとこうあの日焼けっつってこう茶褐色になってねちょっと赤くなりすぎちゃってるというか、うん、少し見た目が悪くなっちゃったりとか、あと色づきがちょっと悪かったりとか、ムラがあったりとか、あと大きさがねちょっと小玉になってたりとか、まあ、いろんなこう被害があって収穫量がね今年少ないんですって、うん、なんで去年と比べても少ないということなので、リンゴはねちょっと結構高級品になってますから今年は。まあちょっと言い過ぎかもしれないですけど、あの皆さんのねお手元に届くときにちょっとねいつもより値段高く感じられると思うんですよ、うん、でなんですけどリンゴ、あの今年のリンゴはちょっと暑さで、まあ、収穫量が少なかったし、でもねその分あの気温の寒暖差も結構激しかった分、なんか糖度はね結構いいらしいんですよ。だから例年よりもちょっと甘みが強いってなんかそのように言われてるので、うん、あのぜひねちょっとこう旬のものだと思ってですね、今皆さんのね、私沖縄県のスーパーにも行ったんですけど、青森県産リンゴ置いてありましたから、うん、あのこれからだと三富士、富士ってね、まあ、リンゴの主力の商品が、出てきますんで、うん、あの皆さんのスーパーにも必ず出てきまいりますんでですね、ぜひ青森県産リンゴをですね、食べていただきたいなというふうにね思います。ちょっと話それましたけどね、はい、あっという間にねお時間になっちゃいましたねなんかね沖縄県と青森県だと宣伝してたらお時間になっちゃいましたけどね。あと最後一個だけ喋っとこう、ブルーシールアイスってどこにでもあるんだなと思いました、うん、いっぱいいますねブルーシールアイス。僕なんか一箇所しかないと思ってたら空港でもなんか3箇所ぐらい食べられましたねそれもびっくりしました。はい、毎週日曜日、5時半からこの時間はつながるラジオをお届けしております。 YouTube でご覧の皆様はですね、私の、QR コード画面上にございますので、そちらに、つながるラジオの YouTube だったりとか、私の Facebook、あとノート、毎日情報発信しております。約1年間くらいですかね、毎日何かしら情報発信しておりますので、よろしければご登録いただけたら嬉しいです。はい、ということで、また来週ですねこの時間にお会いいたしましょう。それではありがとうございました。さようなら。失礼します。